はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、皆様、まずこちらをちょっとご覧いただきたいです。第1章、こちらメインストーリーのですね、まあ、第1章というか第2章になるのかな。第2章、こちらの、はい、これ5話、こちらにですね、スクナがいるんですよ。で、このスクナ、前回まあこれレベル17っていうことで、サブアカで出たキャラクター、100連かなんか引いて出たキャラクターのレベル1艦隊で、スクナに勝てるのかっていうのをやったんですよね。はい、その時、ボコボコにされました。ボコボコにされて負けたんですよ。で、今回じゃあ同じレベル1でも海玉玉折の伏黒杜氏、下藤すぐる、そして、五条悟、その3体をパーティーに入れて、さらにバフキャラね、それを入れてやればいけるんじゃないかと思いまして、今回ですね、リセマラしまして、70連引けるのかな、今だと。確か50連とチケット2枚で合計70連あるんですよ。で、70連で当時ゲトを五条悟3体出すっていう、実は裏作業をしましてですね、まあリセマラで要は3体ゲットするっていう、もう結構鬼畜だった、正直言うと。70連で別々のキャラクター3体出さないといけないから、だからもしそのもう2体でもダメだったんですよ。2体も何回かあったんだけど、で、無事3体引きました。はい、引いてでも代わりに学長とももちゃんがいなかったんですよ。だから、一応伊地知さん、そして下藤すぐる、伏黒杜氏、そして五条悟、それのレベル1艦隊で今からちょっと今サブでお見せしますので、ぜひ見ていただければなと思います。いや、マジでね、もう本当にきつかったいや、でも学長ももちゃんいないからな、それがどうなるかっていうところです。はい、それでは今ね、もうこの両面スクナの状態に今サブの方放置しておりますので、では、今からそちらに参りましょう。よし、それじゃあスクナに対して挑みましょうか。いや、正直スクナのレベルめちゃんこ強いからさ、前は1レベルでボコボコでした。はい、レベル17だからね。でも今回は違いますよ。あ、そう、スクナまでクリアするのにこんな感じだったからね、レベル13とか26とかだったけど、これ11111 これで果たして勝てるのか。いや、元の能力を、これでダメだったらスキル上げてみるか。はい、ということで、じゃあ行きます。手早く済ませてしまおう。済ませますかね、済ませれるます、勝てますかね。勝てるとはちょっと思え、いや、そんなことを考えるな。いけ、行くぞ。さあ、よろしく。ちょっと全力だ、全力、マジで全力。いや、でもスキル火力高いからな、いけなくはないと思うんだよ。前より全然いけると思う。でも証拠欲しかったけど、まず火力重視でいきましょう。ちょっと待って、まず行動支援でいいよな、これは。体術上げよう、体術アップ。いや、でも火ダメージ抑えるか。で、オツ、オツでいいのか。ちょっと待って、30でしょ。あ、いいよね。呪力30関係ないもんね。あー、でも一応ゲトが上がるのか。じゃあまず瞬撃しよう。で、切り払い、いや、もう体術上げるか。これも体術 20% アップ、3ターン切り払いで、これはもう無限の収束ですね。ずっとこれでいい。行動支援、うん、はいはいはい。で、瞬撃547、切り払い、どうだ。1700、全然効いてないな。無限の収束1300、でも火力をどんどん下げることはできる。いった、冷え、本当だよ、本当に冷えだよ。やばくない、これ。待って、無限の収束。いや、でも一応伊地知さんは一回復活は可能。ぶった切り、どうだ。いやー、無限の収束、こうやって 60% 減、 60% 減だぞ。どんどん下がってる。うわー、火力上げた。何ターンだっけ、これ何ターン上げてくんだっけ。2ターンの間75。ひえだったら伊地知さん狙ってくれ、一回復活できるから。一回復活、あー、いけるんじゃない。あるぞ、これ。ある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 。いや、ある、今半分までいった。で、伊地知さん狙ってくれ、伊地知さん、伊地知さん。あー、危ない、危ねえ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 。でも耐えた、耐えた。でも領域展開が飛んでくる。ちょっと待って、これなんだっけ、これなんだっけ。ちょっと待って、あ、磁力15回復、いる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 か。ぶった切り、これ無限の収束しかないよな。いや、必殺技間に合わなそうだな、これ。呪霊操術、オッツ。いや、でもこれワンチャン、ワン
んじゃん。レベル1でオールレベル1でいけるんじゃないの。ひーかーやばい。これ全体全体じゃないこと祈れ。いやこれ無加減撃つ。待ってこれ五条先生、いや無限だ。いやでもこれ単発で単体でお願い。単体誰か一人ならいい。誰か一人ならいける。勝てる勝てるか。わー勝ったー、すげー。待ってレベル1で勝ったんだけど、これ前みんな知ってる通りボコボコだったのよ。あの証拠なんだったっけ、 SSR のキャラでやったのよ。その全その工場キャラだったかな、なんか忘れたんだけど、あのボコボコでした。全然勝てなかった。それがしかもスキルも全部1だよ。スキルレベル1。すげえ。やっぱもう素の力がすごいんだわ。マジ勝てるの。ちょっと待って待って待って、いやこれ推奨戦力1800って言ってるけど、あの無理よ。前あの1個あの前ね僕やったんですよ。レベル1で少ないに勝てるのかみたいな感じをやったんだけど、絶対勝てなかったもん。あちょっと嬉しい。これはマジで嬉しい。やっぱりこの3体が強いっていうことだ。よし、はい、ということで無事、両面スクナーレベル1艦隊で勝つことができたんですけど、まあ次はですねこちらスコアアタックチャレンジ3000万超えチャレンジやっていきたいと思います。はい、これどうなんかな。いやこの編成で前と全く一緒の編成なんだけど、当時は2凸なんですよ。でこの前は2950万だったんで、だからもう3000万多分50万上乗せは 10% でいけるはずだから、やっていきます。で、まずもうずっとこれで、天野坂岡で、でもう五条先生はずーっとこれで無加減。しばらくのターンはもう五条先生は無加減が入ってから4ターンだから、もう五条先生が無加減って文字が出たら学長たちもバフ掛けとかで全然間に合うと思うんだけど、一応ちょっと早めに学長はバフをかけておきますね。術式弾は全然大丈夫です。はい、もう学長もずっとキック捨ててください。もうこれでもう次ぐらいからまあ学長念のためバフ掛けしとこうか。もうこれでバフが多分足りなくなるってことはないと思うので、はい。でこれやって、でここら辺からちょっとじゃあ更新をやっておきます。で術式の開示で、おそらく次のターンぐらいから無加減が発生するはずで、まあダメージはねやられることは基本的にはないと思いたい。大丈夫だよね、多分大丈夫だと思う。まだ風なぎでいいね。で講師の導き天の坂をここから無加減、そう無加減が来まする。うん、で毎ターン10回復するから大丈夫だね。学長の更新も全然足りると。で攻撃まだ攻撃でいい。更新天の坂をこう術式の開示でいいね。はい、で次ぐらいから風なぎしとこうか。まあもうちょっとゆっくりでもいいからいいけどね、もうちょっとゆっくりでもいいんだけど、まあ次ぐらいから念のため風なぎしておきます。追い風か、追い風、更新天の坂をこう術式の開示で、これで今 2回やってるよね。今 2回目で、天の坂鉾で次のターンの天の坂鉾も相手耐えるはずだから、追い風更新天の坂鉾からの術式の開示で、これで3回術式の開示ができてる。うん、で次切り払いで倒します。はい大丈夫です、自動回復するんで問題ありません。追い風ここで次ブレイクは決まるはず。準備はいいか、うん、でこうして、でここで切り払い、切り払いして術式の開示、これで五条先生は一応はマックスできるかな。はい、これで切り払いで倒す。でカファインなテンテしてる。でここ追い風するでしょ、マックスやって、でここで、呪骸大進撃からの全て問題なし青、大丈夫だね。これで OK ですね。さあこれで一応伏黒当時が2凸してる分かなり火力があるはず。さあどうでしょう、前450とかだ、いや420とかだったかな確か。でそれが多分460とかな、今なったんじゃない、確か410とか420だった気がするんだよな。さあこれで、青ここでとんでもない火力が出る。前は2100万とかだったかな確か。なんかどうだ、2100、あれ意外と思ったより大丈夫かこれ、あれなんか
あんまり火力変わってない気がする。え、大丈夫これ。待って、めっちゃ心配。俺のターンってな。え、大丈夫かな。あ、これやばくない。あれ、ちょっと待って、しかもこれ学長更新足りん。あ、やばい、これ更新早く打ちすぎた。すいません、これやり直し。相手の動きを観察しろ。よし、これでいいはず。これで倒した。術式の開示もしたよね。オッケー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 。で、これで多分マックス火力で出るはずです。樹海大進撃打って全て問題なし。で、青、これでいいよな。大丈夫だよな。オッケー。で、五条先生も多分1バフ忘れてたからうまく調整して、これでマックス火力が出るはず。さ、前はさっき2100なんだったけど、もうちょっと行くはずだと思うので、行かないかな。いや、行くはず。これで五条先生がさっき1回多分抜けてた気がするので、さあどうだ。青で学長のバフも、ま、あの呪力も、ま、十分すぎる。で、あれ、え、ちょっと待って、なん、え、減ったんだけど、なんで、は、ちょっと待って、なんで減った。クリティカルだったのか、さっき。いや、でもこれ、いや、でも、待って、なんでこんな軽く、え、授業を始めよう。さっきクリティカルだったんだろうけど、それにしてもちょっと待って、めっちゃ完璧な立ち回りできたんだけど、おかしいな。え、バフ1バフ僕忘れてる。いや、追い風2回やったよね。で、いや、これナナミンの方がいいかな。あー、もう全然ダメだ多分これは。そうか、任せろ。手加減してやらない。授業を始めよう。結構余裕で3000いけるって思ってたんで、ちょっと全然ダメでしたね。はい、ということで2900万。そうか、あれ、なんでだろう。あれ、五条先生一応ね4回バフかけて、で3回一応かかってることになってるし、学長、え、学長のバフ足らんかった。いや、かけたよな。4回かけて、で呪骸大進撃、まあ4回っていうか3回だけどね、4ターンだから一応バフかかるのは3回だけど。で、ももちゃん2回やったよな。え、あれ、ちょっとこれは今回残念でしたということで、ちょっと元、ちょっと裏でやりますわ。で、3000万超えたら動画にしよう。一応あの常に撮影はしといて、で、まあ無言になっちゃうと思うんだけど、それでやってみてって感じにちょっとやってみたいと思います。はい、なんでだろうな。うん、てかこれ何、あ、元に戻るみたいなところか。これさ、ずっと気になってたんだけどさ、これ何、これ、あ、真ん、ここら辺に行ってるのを真ん中にするってやつか。なんか、ま、悪魔、なんか魔王みたいな魔王様みたいななんかなのかなって思ってたんだけど、そうか、元のこうやって行ってた、行き過ぎたところを元に戻すと。これもうちょっと広げたくれたらめっちゃ嬉しいのにな。あのマウスのさ真ん中のところでシャシャシャってやって、あのまあスマホだったらさ、この手を、ま、あるよね、そのあ、なんか画像とか拡大するみたいな、それできたらな、すごいんだけどな。できるのかな、できないよね、そういう機能ないもんね。はい、まあ、とりあえず今回は、まあでも、あのメインとしては、まあ勝てたので、レベル1のキャラ、軍団でね、あの、少なに、両面少なに、勝つことができたので、個人的には、まあ大満足でした。はい。というわけで、じゃあ今回はこの辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それじゃあ、お疲れ様でした。バイバイ。